ヘンリー・ペトロスキーは、アメリカ合衆国の工学者、デューク大学教授。専門は、土木工学、失敗学。鉛筆や、クリップなどのインダストリアルデザインの研究で知られる。雑誌、アメリカンサイエンティストや、アメリカ工学教育協会開始の常連機校舎。ニューヨーク・ブルックリンクに生まれ、クイーンズクで育つ。1963年マンハッタンカレッジ卒業。 1968年、イリノイ大学で、理論力学及び、応用力学の分野で博士号を取得。1968から74年テキサス大学、オースティン校。1975から80年、アルゴンル国立研究所に勤め、1980年から、リューク大学教授。2004年、米国放射性廃棄物技術審査委員会に任命。 2008年に再任。クラークソン大学、トリニティカレッジ、バルパライソ大学から名誉学位を授与された。テキサス州で技術士登録。アメリカ芸術科学アカデミー、全米技術アカデミー会員。ピトラウスキー、ヘンリー、ペーパーボーイ、コンフェッションズ・オブ・エイ・フューチャー・エンジニア、ニューヨーク。 アルフレッド・エイ・クノーフ、ISBN 0375413537、ハット・コンテンポラリー・オーサーズ・オンライン、ゲイル、2008、ディープラダスト・イン・バイオグラフィー・リソース・センター、ファーミントン・ヒルズ・ミッヒ、ゲイル200、2008、NWTRB ボードメンバー。2007年6月30日時点のオリジナルより、アーカイブ。2007年5月4日閲ずらありがとうございます。